この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに水戸市からのリポートです。水戸市の中心市街地活性化へ向け、コミュニティスペースビレッジ310が25日水戸市天王町にオープンしました。水戸市泉町周辺の商店主らで組織する泉町商業エリア活性化実行委員会が地域コミュニティの拠点として建設を進めていました。25日には関係者や来賓の高橋康水戸市長などおよそ50人が出席してビレッジ310の開所式が開かれました。いろいろな方の憩いの場、それからその流れを作る、そういった意味でこのビレッジ310の持つ役割というのは大きいものがあるんじゃないかなというふうに思っております。みんなの本当に協力がないと維持することはできません。地域の方々も含めながら皆さんで気軽に立ち寄っていただけるようなそういう場所になってくれることを願いまして、ご協力を仰ぎながら挨拶といたします。ここから新しい文化が創造されて、そして新しいにぎわいが作られていくということで、大変地元の人はもとより水戸市の皆さんが楽しみに、そして期待をしているんじゃないかなというふうに思っています。1階部分、キッチントイレ含めて約50坪のスペースです。その中でメインとなるのはカフェということで、これは今後の展開なんですが、カフェから食事ですねもできるような展開にしていきたいというと、合わせまして、奥の方を中心に並んでいるんですが、町の図書室ということで、本をたくさん、入れさせていただいております。現在ここに置いてあるだけで3000から4000冊にもなります。ゆくゆくはもっと本棚を増やして全体で多分8000冊から1万冊ぐらいの本が置けるような状況になってくると思います。カルチャースクールをできる、同じこのカフェの一部を利用してということになるんですが、この辺の入り口の方のスペースを利用していただきながら、カルチャースクールもしくはワークショップとかそういうことができるようなにしていきたいと考えています。やっぱり街中の、拠点として、考えておりますので、県内のインフォメーションであるとか、ショップのインフォメーションという活動も、広げていきたいということで考えています。茨城新聞さんを、1ヶ月分、いつでも読めるようなそういう状況を、作っていきながら、ニュースカフェというような機能も入れていければと考えております。そうですね、いろんな方が集まって、そこでこうコミュニティが広がっていけば、非常にいいのかなというふうに思います。そういう施設だと思いますので、雰囲気もいいですし、私たちこれからのカルチャーでここの場所をこう使わせていただくんですけども、ここでやっててその前からこう通ってる方に見てもらえるようななんかのカルチャーと考えてここにやっていただいたんですけど、すごく明るくてなんか思いがけなく嬉しくなってしまいました。僕の方はね、囲碁カフェっていうんですけども、アミーゴっていう名前をつけたんですが、ご近所の方やらそれから若い人たち、初心者の方、女性の方、そのカフェをしながら囲碁を打ちながらね、楽しんでいける、そういう場にしたいと思って、非常に楽しみにしてますんで、よろしくお願いいたします。続きまして水戸市からのリポートです。今年のいちごが収穫期を迎え、石岡市の八郷観光果樹組合の内田和久組合長ら生産関係者が26日、県庁の橋本勝知事を訪問しました。八郷観光果樹組合の内田組合長らは、観光客から人気が高いという県オリジナル品種、茨城キッスを PR しました。茨城キッスは2010年に県の品種登録を受けたイチゴで、糖度の高さや柔らかさが特徴です。八郷観光果樹組合はとちおとめや紅ほっぺを主に栽培していますが、昨年から茨城キッスを加えました。糖度的には特別高くはないと思うけど、美味しいと思います。全体は今年2年目なんですけども、これは2年目、はい、十分でこれどうだよね。もうなかなかとちおとめが結構簡単に作れるんですけど、これなかなか難しいんですよ。何が難しい？病気に弱かったり、いろいろ栽培技術がまだ未熟なもんで、
茨城酢は他の品種に比べて栽培が難しいそうです。直接直売じゃん。直売やね。で色がちょっと白いと売れないんですよ。だから完熟にしてやってるのですと、ちょっとその明るみ具合のバランスがちょっと難しいんですね。今年も茨城酢の食べ放題いちご狩りに県内の名所やあんこうなどが味わえるツアーが開催されます。ちょっと食べるだけだ。いちごも何個ぐらい食べるの？いや、いちごは食べ放題ですから、きっと2パックぐらい食べちゃってもの。これ食べ放題？はい。茨城酢限定いちごもある。これ安いね。そうじゃ安いですね。2、30件に減らさないと。そうですよ、なかなか。後継しかなくて。いいものを作ってもらって、それで売ってくればね、食べ方なんだよね。それで逆に食べてると、本当に最後の味が美味しい感じになる。八郷観光果樹組合に加盟しているいちご果樹園は7カ所あり、5月までいちご狩りを楽しめます。30分食べ放題です。その後、八郷観光果樹組合の関係者らは、水戸市笠原町の茨城新聞社などを訪れ、茨城酢といちご狩りを PR しました。こちらのいちごは茨城県オリジナル品種で、茨城酢といういちごですね。去年あたりから私どもの石岡市八郷地区で栽培が始まりました。特徴としては果実が大きくて甘みたっぷりで、とても食べやすいいちごになっております。茨城県の方でね、開発していただきまして、このような素晴らしい味のいい美味しい茨城酢ができましたので、こちらをね、私たちは重点的に栽培いたしまして、皆さんに美味しく召し上がっていただきますよう、PR したいと思います、はい、続きまして桜川市からのリポートです。歴史的な伝統的建造物が並ぶ桜川市真壁地区にある国登録有形文化財高久家住宅の修復が終わり、26日、地元関係者にお披露目されました。桜川市教育委員会によると、高久家住宅は明治時代に建てられたとみられ、肥料商などを営んでいたといいます。修復が終わった建物は屋根瓦や壁を直し、正面には木製建具の引き戸を設けました。旧高久家なんですが、先週末に工事も終わりまして、ひな祭り期間中から活用といいますか、供用を開始する予定でございます。歴史的建造物っていうのは、一回解体、ある程度解体して壁を取ったりして、昔どういう建物だったかっていうのをよく調べてから修復するもので、以前はこちらに部屋がございまして、階段が左手の奥にありました。で、左手の奥にありました階段も後から作られたものということ で調査をしましたところ、ここに昔階段があったっていうことが分かりましたので、現在のように変えてあります。2階なんですけど、この建物を寄付いただいた時からすでに物置となっておりまして、でその後の調査で、やはりちょっと詳しく調べたところ、創建当時も物置だったろうということで、2階については物置として復元しております。創建当時の姿に近づける努力をする。高久家住宅は2011年の東日本大震災で大きな被害を受け、取り壊す話が持ち上がっていました。地元からのぜひ残してほしいとの声に応えて、所有者が建物を市に寄付しました。桜川市教育委員会が2012年から調査を始め、大規模修復を進めてきました。建物は2階建てで、延べ床面積はおよそ220平方メートルあります。していたので、この建物を修理するということで、平成24年から、修理の工事の方を始めました。震災で被災した部分は、
屋根の瓦がまあずれてしまったり落ちてしまったりという被害と、建物の壁ですね、土壁なのでどうしても地震に揺られるとひびが入ってしまったりという被害がありましたので、そちらをメインで修理の方はしております。この建物の活用に関しましては、地域の特産品ですとかそういったものを販売するような貸し店舗として、地域の活性化をするための施設として、活用していきたいと考えております。2月4日に開幕する真壁のひな祭り期間中は筑波大の芸術専攻の学生と協力して地元特産の石材作品を展示販売する予定です。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。私たち行方市の三輪に来ています。この時間ご紹介するのがセリなんです。行方といえばセリかと思います。今日はですね、このセリ農家されていらっしゃいます川野真一さんに一緒にご紹介していただこうと思います。ということで川野さん、こんにちは。こんにちは。水がですね、今作業されている方の膝ぐらいかなまであるんですけども、結構水張ってますけど。そうですね、水出さないとやっぱりこうよく取れないんで、ここはセリの栽培と他にはまた別の作物も、レンコンも作ってます。レンコンとセリをやってるんですね。その水田を使ってレンコンとセリをやってるということで、確か皆さんの使っているつなぎがですね、レンコンの収穫とこう似ているなという感じがしますね。広さかなり広いですけども、横の幅がだいたい100メートルほど、そして縦が40メートルほどというところですね。そのうちの今ですね、このセリが植わっているのが全体の6分の1ぐらいかなという面積がセリの葉っぱでギューッとこう、あるんですけども、この今水が流れているセリ以外の6分の5ぐらい、これはもう全て収穫が終えた、取り終わりました。じゃあ時期としてはかなりもう終盤の方で。もう終盤ですね。セリの収穫はこのあと何月ぐらいまで続きますか？そうですね、3月まで続くか続かないか。今収穫されている皆さんの足元や脇の方には、コンテナがこの水の中に入っているんですけども、中の方にはそのセリのこう葉っぱなんかも見えるんですけども、やっぱ取ったセリを入れるために、入れるために、その以外にもですね、バサッとこうセリ収穫するとやっぱりちょっと傷んでいるところとか、そういう部分も皆さんこう目で見分けていくわけですよね。そうですね、多少そういうのは取って、まとめてね。確かにそのコンテナの上に今たくさんのこうセリがね、高さどのくらいかな、40センチくらいありますかね。もったいじゃないですかね。もったいありますか。ドサッと積まれていて収穫されていますが、根っこがとっても長いですね。そうなんですよね、やっぱりレンコン作ってる田んぼだからじゃないかな。その分その収穫されるセリのこう状態っていうのは変わってきますか？そうですね、やっぱり良くなるんじゃないかな、成長がね。この後も3月頃までかなということですが、収穫ますます寒くなったりもすると思うので、お気をつけて。ありがとうございます。この時間は行方市の三輪からセリを収穫されている農家さんにお邪魔しました。僕
は今、小美玉市にやってきました。こちらでニラを生産されている生産者さんがいるということで、お会いしてみたいと思います。ニラのハウスですね。ニラの香りがすごく漂ってます。すいません。小美玉でニラを生産されている農家さんですか？はい、JA みのり、ニラ生産部会青年部です。皆さんこんにちは、JA みのり町ニラ生産部会青年部の吉井です。私たちは、18名の部会員でおよそ60ヘクタールの作付けをしています。品種は冬ニラを主にグリーンロード、夏ニラはパワフルグリーンベルトを出荷しています。毎年25万ケースの出荷をし、ちょうど今ニラの一番おいしい時期を迎えています。ニラは寒さが厳しくなればなるほどおいしくなるので、これからどんどん食べていただきたいです。ニラにはビタミン B2、 ビタミン C などを多く含んでいます。強い香り成分の硫化アリルはビタミン B1 の吸収率をアップし、エネルギーの代謝を促進するのでスタミナ強化に有効です。このところの寒い日にはもつ鍋に入れると美味しく食べられます。これから2月までは一番狩りの美味しいニラが出荷されますので、ぜひご賞味いただければと思います。よろしくお願いします。ニラは生産されて何年になりますか？11年ぐらいですね。こちらのニラの特徴はどういった特徴ありますか？幅広で肉厚で甘みが強いところですね。今ニラの旬というのはどの時期になりますか？やっぱり今の時期が一番おいしいです。他の時期に比べてやっぱり甘みがすごく引き立つ感じですかね。ニラの栽培で大変なところはどういったところですか？そうですね、やっぱり日照の温度管理をやっぱり特に気をつけてやってます。大体こうハウスとか何度くらいでこうやってるんでしょうか？まあ、大体30度前後になるようにちょっと管理はしてるつもりです。この寒い時期でも？はい、そうですね。こちら、ニラ生産部会、青年部会なんですけれども、どのような部会でしょうか？20代30代の若い人が多くて、とても活発な賑やかな、部会です。今後青年部としてはどのような取り組みしたいと思いますか？そうですね、若い人たちが多いので、パソコンなどを使ってホームページなどを作って、できるだけ多くの人に見ていただけるように PR していきたいと思います。皆さんこんにちは。自然食レストランパンプキン店主の荒木です。当店は全国でも数少ない有機玄米を主食とした料理とオーガニックコーヒーを楽しめます。外食では不足しがちな野菜とタンパク質をバランスよく摂取できるように工夫したメニューを提供しています。そんなパンプキンのおすすめランチは野菜たっぷりの玄米ランチプレートです。使う食材は契約農場の有機野菜を中心に無添加調味料を使うなど、お客様の健康を配慮して調理しています。
ベジタリアンの方やご年配の方、アレルギーをお持ちの方の要望にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。この他にも玄米ランチプレートと並んで人気の玄米オムライスもおすすめです。パンプキンは音楽レストランとしての顔も持ち、月に1回のコンサートや歌声喫茶などのイベントも行っています。皆さんぜひ2つの顔を持った自然食レストランパンプキンにお越しください。お待ちしております。はい、月1回くらいは、はい、来ます。玄米プレートですね、はい、野菜が多くてすごく美味しいです。1ヶ月に1回ね、ここで20人ぐらいでもう歌を歌って楽しく過ごしてますよ。マスターも息子さんも ね、いい人だもんね。すごく明るくていい人だもんね。来やすいですよね。皆さんすいません、今日たまたま誕生日の方がいらっしゃって、バースデーのあの曲を歌いますので、もしよろしかったら皆さんご唱和してください。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア豊さん。